こんばんは。チンチコチンが終わってアフター配信です。なんか Wi-Fi の調子悪すぎてどうしたらいいんだろう。誰か機械に詳しい人いません？なんか古いやつと新しいやつがあるんだけど、2個あるんだけど、なんか新しいやつはつないでも、なんかインターネット、なんかよくわかんない、自分でやってないから正直わかんないんだけど、なんか新しいやつはつながってるっていうか、その Wi-Fi じゃなんかつなげますってなった時に、その Wi-Fi のこのなんていうのあれが出てくるんだけど、なんかつなげても途中で切れちゃったり、つながってないようになっちゃう、なんていうの、インターネット見れなかったりで、古い方今つなげてるんだけど、古い方は途中で切れちゃうんだよね。古すぎるのかな。新しい方を早く設定したいんだけど、新しい方前一瞬だけ使えてたのに急に使えなくなって、でなんかパスワード打とうとしたら「パスワードが違います」って出てくるの。ちゃんと書いてあるやつ打ってんのに、なんで？もうよく分からん。もうさっきは始まる前に急に Wi-Fi、 その古い方がなんか切れちゃったから、途中で Wi-Fi いいやと思ってつなげずにやって、今はもう一回つなげてやってるけど、多分途中で切れると思うな。なんか新しい方はよくわかんないし、なんか古い方はまあつながるんだけど、なんかあれ、昨日とかもゲームしてて、 Wi-Fi つないだままゲームしてたんだけど、じゃあ終わろうと思って終わったらなんかもう Wi-Fi のマークなかったみたいな、だからつながってなかったみたいな。最初はつながって順調だったのに、いつの間にか切れてて、あ、途中からいつからかつながってなかったんだと思って。もうどうにかしてほしいよ Wi-Fi。